これしよ。はい、近々発売するタイトルをご紹介していくコーナー、来月これしよというところで秘策を、ね、はい、持ってきたというりんちゃんからお願いします。はい、今回はですね、宇崎りんが読むと、うん、ちょっとなんかたどたどしいって自分でも思ったんです。なるほど。なのでキャラを1個乗せたらいけるかなと思って、宇崎りんっていうキャラクターが存在してそこにもう1個乗せる。はい、原稿読み宇崎りんというキャラを下ろします。おお、おろせるんですね。はい、今から。わかりました。これ見てみないとわかんないので、はい、お願いします。じゃあ行かせていただきます。お願いします。お願いします。惑星に不時着した囚人たちが見たものは、太古の昔に作られた迷宮のようなダンジョンだった。彼らは生きてダンジョンから脱出することができるのか。ベストインディーゲーム受賞など世界で高評価を受けたタイトルがついにスイッチに登場。3月2日発売、ダンジョン・オブ・ジ・エンドレス夢のコレクションの第2弾がついに登場。ネオジオポケットカラーの傑作タイトル10作品を新たに収録され、スポーツやパズル、テーブルゲームなどバラエティに富んだラインナップは必見。さらに便利な巻き戻し機能も搭載。ホールクリアを目指して遊び尽くせ。3月2日発売、ネオジオポケットカラーセレクションボリューム2。現代からエスカリオへ、極夜の大地で生き残れ。異例なイラストで描かれたキャラクターやモンスターが彩る古き良き伝統を継承したタイトルが今ここに。見知らぬ異世界で生き残るため仲間たちと共に選ばれし者としての戦いが今始まる。3月16日発売、新作剣の街の異邦人黒の宮殿。絆を紡ぎ天空をかけろ。再び立ち上がった光の騎士となり、仲間の生徒たちとの絆を深め闇の力へと挑む。キャラメイク、迷宮探索、アイテム収集といったダンジョン RPG 本来の楽しさに、食事や面談等のシミュレーション要素が加わることで、あなただけの物語をドラマティックに体感することができる。3月16日発売、青き翼のシュバリエ。闇に立ち向かえ、スターウォーズジェダイフォールンオーダーの5年後の世界が描かれる本作。強力なジェダイナイトへと成長した主人公カルは、ジェダイオーダーの記憶と期待を胸にさらなる苛烈になる帝国との戦いに身を投じる銀河をめぐる三人称視点アクションアドベンチャーゲーム。3月17日発売、スターウォーズジェダイサバイバー。どうでしょうか。いや、まずラムさん、どう お受けしましたか。勝ったなと。あ、なるほどね。はい、ゴジラ勝ったと。勝ったなと思いました。ホロビーいかがでしょう。ってことは私が1位だってこと。これじゃんけんみたいなことですか。いやじゃんけんだとしたら負けて、ね、一方的すぎますよ。そう、一番今じゃんけんが、まあ、難しいな。どう評価しますか。ここまま難しいですね、うん、なんだろう、すごいすごいきちんと読んでくれた、それは本当に素晴らしいけど、なんでしょうね、なんだろうこの感じ、なんだろう、キャラダメ、ダメな方ってことでいいんですよね。いや、なんかダメ、ダメって言うとあれです、ダメじゃないよ、ダメじゃないけど、なんだろう、本当に怒られてるみたいな感じじゃなくて、ダメじゃないよ、ダメじゃないんだよあの一番嫌な怒られ方のやつ、ママ違うんだよまあ、いや、なんだろう、ね、でも私結構 AI っぽくて好きでしたよ、ね、なんか確かに親しみやすい AI みたいな、でも喋り方がちょっと棒読みっぽかったの、すごい価値観で来たんですけど。いや、でもまあだから究極 AI に依頼すればいいっていうそのね、シリとかね、でもね、前回とかのあの噛んだ感じに比べてものすごい多分頑張ってきてくれたんだなと思って、すごい嬉しかった。でもあのキャラは誰なんだってまあだからまあ、ちょっと次回もなんかチャレンジしてください。やだな、この空気感。やだやだやだ、一番やだ空気感じゃん。モコママが今この空気感。違う、モコママ怖っゲストにモコママ怖って言われてる私今日タグチさんが一番怖いと思ってたのに。違うよ、黒幕いた。一番怖いからはい、ということで、まあ、いろんな、こちらもタイトルありましたが、どうですかラムさん、なんか面白そうなタイトル。スターウォーズ、はい、やっぱりあのスターウォーズ
って結構ゲーム出されてるじゃないですか、うん、どんどん出すなとびっくりしましたね。やっぱ映画の世界観に入れるゲームって、うん、やっぱりそのゲームならではっていうか、その主人公になりきれるとか、うん、こいつ倒したかったんだよなってやつを自分で倒せるっていう快感得られるんで、スターウォーズはやっぱりちょっと映画ファンの人たちはもう盛り上がるんじゃないですか。そうですよね、本当にもう好きな人はこういうゲームっていうのも楽しんでできるでしょうし、うん、逆にね、このゲームから入ってスターウォーズに興味持ってね、うん、そうですね、くださる方も増えればいいなと、はい、ホノピー、気になったにあのタイトルありますか？私は一番最初のダンジョン・オブ・ジ・エンドレス、うん、なんか、いろんな要素ありそうじゃないですか、はい、そういうの好きなんですよね。ベストインディーゲームを受賞してる、うん、ローグライクですね、要は、うん、はい、まあ、スイッチでローグライクはすごい相性がいいんですよ、要はその、ローグライクって いつまでも遊べるというか、うん、ダンジョンをどんどん探索していきたいので、まあ、スイッチだったら、ね、お出かけ先でも移動時間でもどん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 没入して、うん、面白そうですね、ダンジョン・オブ・ジ・エンドレス。りんちゃんは読んでみて気になるタイトルありました？はい、ネオジオポケットカラーセレクションボリューム2。私自分のチャンネルでジェネシスミニ2をプレイさせていただいて、いろんなソフトができる楽しさってやっぱなんか体感してなかったし、自分で選ばなそうなソフトもプレイできる、探せる、こんなジャンルが好きだったんだっていう出会いになりそうなので楽しみだなと思いました。パッケージ見るだけでもね、あの見たことあるキャラクターだっていうのがいっぱいいますから、うんうんうん、しかもチビキャラみたいになって可愛い、可愛いですよね。